はい、次はね、中盤のところからゲームを作っていって、ボールを回しながら最後の突破まで、いきます。で、このグリッドの中で、まずは、2人フォワードが入る。それに対して、守備ディフェンダーが2人で、中盤に、1人、ディフェンダーと中盤に1人ディフェンダーで、パサーがパスをしたら攻撃参加すると。ということで、このグリッドの中で、すなわち4対3になります。攻撃側が4人で、守備側が3人と。攻撃側はできるだけ早く数的有利になってるわけだから、ゆっくりと攻めると、それが逆に、戻られて、同数になってしまう。だから、サッカーにおいて一番重要なのは、取った瞬間に、数的優位になった瞬間にいかに早く攻撃をするかっていう。これが一つのポイントであるということね。それをちょっとこの中で、やってみましょう。はい。じゃあ、白が攻撃、青が、守備をやりましょう。はい。じゃあ、パサー。で、中盤。まずは中盤に一回当てましょうか。そっからの動きから。はい、行きましょう。はい。はい、ゴー。はい、そこから中入れる。はい。おう。ショー。えい。流れの中ではすごくボールをね、ワンタッチワンタッチで、パス交換をしながら、最後は、相手ディフェンダーの、ね、裏をついての、突破って、スピードがある突破ができたということで、これは OK です。ただ、ディフェンダーにとってはあれだけ、簡単に破られちゃいけないっていうことだよね。ね、スピードダウンさせてないっていうこと。もう少しやっぱり裏を気をつけなきゃいけないっていうこと。はい、行こう。えい、シュート。はい、もう一度。ちょっと意地のせい。はい、攻撃側、何か、どうからやってて、何かない？この前に、ワイドのところで、中盤のワイドのところで説明をしたところあると思うんだけども、確かに、ここで、中盤の人がボールをもらう。でも、2対1だから、ここはフリーだから、ここへ常に出しちゃってる。でも、相手、ディフェンダーにとっては、パス交換はしてるけれども、あまり怖くはない。もう一回言って、そっちに。はい、またここで2対1です。はい、これでずっとやってる。そうすると、フォワードとしては、あまり効果的な攻めではない。いつも言ってるよね。だから、チャレンジをしなきゃいけない。まずは、ボールが、ここに入りました。入った動きの中で、もう、入れられるんであれば、入れなきゃいけない。どうかな？そのチャンスを、攻撃の人は逃しちゃってる。ね。そうすると、ここでパス交換は、相手には取られないけれども、はい、すみません。はい、ここで、はい、来て。はい、もう一回、はい、ここで、はい、パスして。はい。で、これで時間がかかってる。ずっと。ね、前は崩せてない。ね、さっきも言ったけども、ね、まずはトップを見てる。この動きでトップが入ったら、で、ここでスピードアップする。そしたらどうかな？相手の中盤のディフェンダーの人はきついよね。あそこへ、はい、縦にボールが入られるとかなりきつい。でしょ？だから、一つのパスが攻撃はしてるけれども、相手に楽になってる攻撃なのか、相手が嫌な攻撃なのかっていうことを考えなきゃいけない。